雪が降る。あ、ほんまや。あ、すげえ。雪降ってる。あ、こちらに今撮っとるのはね、あの名古屋テレビ塔ね。さっきまでちょっと上の方におったんやけどね。名古屋なんか書いてる。いや、でもこれ神秘的だな、なかなか。終わりか。あれだけ？あ、まだあるね。あ、ランニングしてる人も。ウォーキングとかランニングとかいろいろしてる。あ、神秘的だねこれ。見えないけど、ほんまだね。下のここからの光景がすごいの。これね、実は言うと下の風景がなんかどういう構造になってるかわからないけど見えるんよね。これ水が張ってあって、なんで揺らぐんよ。だからなんか竜宮城におる感じ。なんか結構綺麗でしょこれ。まああとでこれ YouTube にも上げるんでそのまんま。まあよかったらそっちで見てもらってもいいけど。街が映る。今の。あ、街がね。地域が幸せ、みんな幸せ。街が映る。どこの？あの役所方面の。キラキラ。私の好奇心。終わっちゃった。上から順番にずーっと行って下まで見れないんですけど、今の終わったよ。綺麗だな、ほんとこの街並みはいいわ。この光景は。俺を撮るんかい。タワーをバックに撮ろうか。いいっすな。俺もね半分切ったからやばいよね。もういろんなとこにアップしたから。あ、俺ぶっちゃけインスタもやってるよね。まあキャスやってる時にはちょっと教えてなかったけど、インスタもやってるし、あ、 YouTube も3つのアカウントぐらいをやっとるね。アニメアカとライダー特撮アカと日常アカっつうんでね。まあ昔はね、あの秘伝帝徳っつうやつやれたの、あれ5000人いったけど、結局収益化ちょっとね、セコワダで登録者数増やしてるから収益化にはならんかったけど、まああのアカウントはほぼとアンケート用のアカウントになってるけど、あ、俺一応だから、秘伝帝徳と、それを鬼滅の刃、剣ね、アバンの使徒つうのと、あつナイス秘伝と、まああとラジオソレをね、本アカウント持ってるんで、まあもし興味がある人は見てみてください。まあでもこの光景いいね。でもこれすごく、 あとインスタは確か秘伝って秘伝ソレオでやってたと思う、確かアカウント名は。これもすごいね。でもこれもうめっちゃ綺麗。多分揺られてるよ風で。いや、これはね、なかなかに普段見れない光景よこれ。ほんと竜宮城におるみたいな。
やすごい、でも綺麗ねこれ。これ作った人天才やね。俺どういう作りになったのか知らんけどね、これほんま不思議なんやけどね。これ多分これ下落ちたら多分やばいと思うんやからね、これおそらく。落ちるようにはできてないと思う。あ、落ちるようにはできない。なんかガラスで覆ってあるんかな、これ。そう、ガラスが貼ってある。ガラス貼ってあって、その中に水が入っとんか。多分人間の体重だと多分乗っかったら重たい人はその下落ちるかもしれないけど。いや、ここ歩けば。ああ。ちょっとね、高所恐怖症の人はちょっと難しいかもしれないけど。でも俺高所恐怖症だけどね、ギリ覗けるからな。大丈夫と思うんやけど。うん。なんちゅうキャラクター出てか忘れたわ。うん、じゃあちょっと、うん、違うところにも上げんといけないんで、うん、ちょっと一名さん来てるけど、うんうん、じゃあお疲れ。